図案のトレースなしでフリーハンドで描いていきますので、スピーディーでかつゴージャスに作品が仕上がります。一番人気のある大きなバラ、キャベツローズとパンジーをメインにして、私のオリジナルの配色とアレンジを盛り込んでみました。